こちらは、ビープスの、DSP プロですが、現在、バージョン 2.0、ファームウェアのバージョンが 2.0 で、この、2015年から2016年のバージョンでアップデートがされるため、早くもですね 3.0 というバージョンが、提供されているんですけども、それにアップデートしたいと思います。まず、こちらはサービスセンター Beeps の、サービスセンターのサイトになります。そのパソコンにはですね Beeps の専用のアップデート専用の、ケーブルが、この今装着されているんですけども、このケーブルがないとアップデートはできません。で、今からアップデートしたいと思います。これですね、こうクリックすると今こちらに 3.0 にアップデートできますよという、表示が出ています。で、現在のバージョンは今これですね V2.0、現在、2014年から2015年までは、V2 ですね、バージョン 2.0 ということで、それを今から 3.0 にアップデートをしたいと思います。もう始まりました。こんな感じでですね、Beeps のサービスセンターということで、BC ホダカではサービスセンターという登録がされていて、うちのアカウントが発行されているので、それで、ログインすると、サービスセンターモードというのになって、このケーブル経由でアップデートが可能になります。これは一般のユーザーさんではアップデートはできないのと、まあ、一般的なお店でもアップデートという作業はできないので、まあ、うちのお店か、KEM 輸入元か本州ではその2箇所になっています。今アップデートが完了しました。次はディスクチェックということで、この今アップデートをしたこの Beeps ですね DSP Pro に異常がないかというのも今一瞬なんですけど、これでエラーチェックが終了しました。これではですね、今のところ全て、OKということで、まあ、全く問題がないということになります。で、次にここで PDF ファイルを、で、一応レポートが出てくるので、アップデートされた方にはこのレポートも一応私をしています。そうすると、何月何日に、アップデートしたかという情報がここに出ますので、今これですね、2015年7月14日の9時55分にアップデートをしましたと。チェックもしました。ソフトウェアのバージョンは 3.0 になりましたというような、情報が出ますので、保管していただければと思います。では早速使ってみたいと思います。この Beeps DSP の、バージョン 3.0 になって何が変わるのかというと、まずDSP Pro、DSP スポーツは、解析スピードなど、細かなですね、ファームウェアの、修正が、されて、スピードというか解析スピードなど、パフォーマンスが向上します。そして、DSP スポーツが、新しく自動送信復帰モードというのが、設定できるようになり、より安全に使うことができるようになります。全体的にはパフォーマンスの向上ということで、今までですねちょっと動きが悪かったところとか、ちょっとハテナな動きをしてたり考えていたりとかいう動きをデジタル的にソフトウェア的に改善をされているということで、 3.0 にアップデートされるとパフォーマンスが向上するということになります。アップデート、Beeps の DSP のアップデートは、店頭またはオンラインで受付をしています。オンラインで受付の場合は、インターネットの、バックカントリー穂高のサイトからお申し込みをいただいて、こちらにですね郵送でお送りいただいて、アップデートを、完了させてまたお送りさせていただくという手順で、だいたい所要時間はですねお送りいただいてから1週間以内には、お戻しできるような感じで対応できます。また店頭ではその場でできますので、ほんの10分とか15分お待ちいただければ店頭でのアップデートも可能です。Beeps DSP の、バージョン 3.0、2015年から2016年に、
発売されるビープスの新しいバージョンに、今までご購入いただいた方の、ビープス DSP をアップデートすることができます。最新の機能をお使いいただけますので、ぜひお申し込みください。